はい、こんにちは。京都丸田警備士チャンネルのナビッキーです。車のね、免許更新でね、京都駅前までやってきたんですけど、このヨドバシカメラの隣にね、できました。こちら免許更新センターですね。それではもう免許更新行ってきます。このチャンネルは京都の食レポや京都サンガのサポーターなんで、京都サンガのニュースやレポートも動画投稿するんで、よろしかったら今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは続きの方どうぞ。ゴールド免許の更新なんで、30分ぐらいでね、更新終わって、免許センター終わったらね、もうこうやって京都駅の地下のポルタの方にね、つながっててね、動線ちゃんとできたって。ポルタね、来んのもう何年ぶりやろな。まあまだ朝早かったからね、ポルタ全然人いい日にやったけど、さあちょっとどこで時間潰そうかな。もう時間早かったから、この時間ね、ヨドバシカメラしか開いてへんかったからね、ちょっとヨドバシカメラの方寄っていって、ヨドバシカメラをね、坂道グループのね、押し方がね、ほんまにね、大好きなんで、もういつもヨドバシカメラ来たらね、とりあえずね、見ていくよね。欅坂46、まあ今桜坂とか言うんやけどね、で乃木坂で、日向坂、もうすべてのやつがね、もうこうやってね、パネル陳列サインずーっとね置いてあるのは、ヨドバシカメラ京都のね、もうここのスタッフの坂道愛、もうすごい感じ取れるとこで大好きやねんな。ヨドバシカメラのレストラン街オープンしたからね、ちょっと行ってみようか。まあこれだけあるね、いろいろと、なんか15種類ぐらいあるのかな。それで目ついたん、これしゃぶしゃぶすき焼き食べ放題の田島屋。うん、今日ちょうどね、給料日やったからね、これにしようか。ただずっと久しぶりにヨドバシカメラレストラン街歩いてるけど、まあまだちょっとね、なんか工事中みたいなんでね、歯抜けになってるとこもあるけど、今日は給料日やからね、ちょっと奮発しようかなと思って、しゃぶしゃぶすき焼き田島屋さん、あ、ここ来たで。久しぶりやな、ここ来たの。久しぶりとか何年ぶりやろな。さあランチの方選んでいこうかな。これ1380円か。あ、安いな、やっぱり780じゃん。これ小学生や。ほなここ行くわ。豚しゃぶすき焼きコースで、牛のすき焼き上王、国産和牛とあったんやけど、もう豚好きでいいわ。うん、で豚すき焼きコース、はい、選びました。でちょっともうお肉の方も来たんで、野菜とかね、ちょっと自分でなんか鶏肉スタイルのねお店なんで、ちょっと野菜取りに行って、ほなすき焼き作っていきますが、あんましね、すき焼きの作り方ってようね知らんねんな。なんでか言ったら、うちの家すき焼きやらへんねんな。多分ね、だ鉄板の上でこうやってまずさく肉焼くんだったからやっていくんやけど、ナベッキーの家ね、すき焼きしゃぶしゃぶってせえへんねん。うん、なんでか知らんけど、冬は。だからね、こういうの作り方よ知らんねんけど、とりあえずまあ多分こうやってね、鉄板の上で今焼き行っていくやんと思うんだ。ちょっとスタッフにも聞いたからね。そしてこの上に野菜入れていくんやね。ちょっとまあ野菜ガーッとね入れていって、いろいろとまあこういう春菊やったかな、それと白菜とネギと、きのことかいろいろとあったけど、で、あとこれ割り下ってやつだね、なんかこれ上にかけて煮込んでいく、これがまあ多分すき焼きやったと思うんやけどね知らんけど、もうようわからんから、もう全部野菜入れていくわ。うん、えのき、豆腐、きのこで春菊、白菜、もうまあ一通りだと取ってきて、まあ多分こうやって全部野菜とか肉詰めて、あと割り下入れて、多分火煮込んでいくんやね。多分そんな感じですき焼きできると思うし、ちょっとほな煮込んでいくわ。はい、なんかちょっと沸騰してきてジュクジュクしとるけど、まあ多分こんな感じやろな。あとちょっと肉とか野菜とかね、火通していってら食べれると思うし、あともうちょっとかな。さっきも言うたけど、鍋っきの上ね、すき焼きってしんひんねんな。で、しゃぶしゃぶはまあ鍋した時にね、豚とかをね、鍋のとこでしゃぶしゃぶってやるから、まあしゃぶしゃぶやってるような感じなんやけど、こういうすき焼きやらないへんねんな。だからまあ50のおっさんなんてもね、やらへんかったら作り方っていうのわからへんねんな。だから50歳になってもね、すき焼きの作り方がわからない。
もう場合によったらね、米の炊き方すらわからへんけどね、とりあえずね、経験せんかったらあかんってことやねんな。だからまあこうやって今回ね、すき焼き食べに来た、まあ作り方これで合ってるかどうか知らんけどね、ほんまはね、なんかお店の人がね、すき焼き作ってくれるようなお店ね、行けたらいいなと思うんやけど、どっか安いとこあったかな、なんか多分寺山市教区とかの中にね、なんかあったような気がするけどね、安い2000円ぐらいのとこかな。昔1回だけね、祇園のなんかどこやったかな、にあるね、12段屋っていうすき焼き屋に行ったことあるんやけど、1人前6000円してたんやけどね、あれは美味しかったね。目の前でスタッフの人が作ってくれるんだけど。あ、もうそろそろできてきたかな。ほな、ちょっと食べていきます。ほな、肉取ったし、えのき取ったし、すき焼きとかしゃぶしゃぶってこうやって、野菜いっぱいね、食べれるから、焼肉食べ放題と違って、ね、いいね。まんべんなくいろんな肉、野菜食べれるから。そしたらね、卵も割って、ちょっと肉も入れて、ちょっと卵、肉まぶして、ほな、いただきます。豚すき焼き、おいしょ、おお、うん、豚でもうまいわ。割り下がね、きっとね、いい味出してくれてる割り下やったから、ね、豚でもおいしい、うん、牛よりね、豚の方が最近ちょっとおいしいかなと思ってるのか、元しかな、うん、平日のサービスでね、ソフトドリンクはね、無料やったんで、これもソフトドリンクコーナー自分で取りに行くタイプやったんで、今回ちょっとアルコールなしで、ちょっとこのまままた他ちょっと行くとかあったし、ほな第2弾ね、作っていくんやけど、多分もうこうやって割り下もあるから、全部ねもう入れて煮込んだらいいと思うし、こんな感じでいいかな、知らんけど、ものの5分ほどでね、こうやってできたね。もうこうやってあと煮込んでったらできるんがすき焼きやな、うん、簡単簡単、やっぱりやればできるね。この第2弾の鍋ね、ちょっといただいていきます。卵の方もね、言ったらね、追加でタダでね、持ってきてくれるんで、食べ放題の中に入ってるからね。まあ久しぶりね、ちょっとすき焼き食べたけど、もう豚好きでもね、全然ね、問題ないで、牛好きよりか豚すき焼きかな、美味しいわ美味しいわ。うん、滋賀県のね、甲賀ってとこにね、暴れ食いっていうね、近江牛のなんかすき焼き食べ放題のお店があるんよね。で、そこ1回だけ行ったことはねえけど、多分な7000円か8000円するんだよな、近江牛と、あとなんか季節によったらね、松茸ご飯とかも食べ放題なんだけど、まあその近江牛のすき焼きやから言うてね、そんな言うほどね、もう食べれへんからね。でもやっぱりあれは美味しかったわ。もう1回行きたいな。7000円か、まだ10万円の給付金ね、出たらね、行ってみてもいいかなと思うね。3回目なんやけど、ちょっと肉ちょっとだけストップして、野菜だけでね、これすき焼き作ってみてんな。もう野菜すき焼きやな。もう野菜とりあえずね、いっぱい食べたかったからね、野菜すき焼き作ってみました。野菜だけや言うたんやけどね、なんかちょっと他の底の方にね、肉入っとったからね、まあ肉と野菜たっぷりのね、野菜すき焼き食べていきます。まあでもほんまにね、美味しかったわ。ここの久しぶりのすき焼きやったからね、食べ放題のすき焼き堪能したで、これで1500円ぐらいやからね、たまらんわ。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。デザートですが、ここの田島屋さん、なんとね、ハーゲンダッツのアイスクリームなんですよね。それもね、10種類ぐらいあって、まあ自分で取りに行くんやけど、これも食べ放題なんか入っとって、これ柚子と、チーズケーキストロベリーをね、自分で取ってきたんやけど、まあ美味しいわ。ハーゲンダッツのアイスクリーム食べ放題なんかあんの珍しいね。まあでもそんな言うほどね、食べれへんから、もうこの2つだけしか取ってへんやけど、豚すき焼きね、野菜もいっぱい食べたし、豚もいっぱい食べたし、ハーゲンダッツのアイスクリームも食べれたし、これで1500円ぐらいか。もうめっちゃリーズナブルでコスパ最高やね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、まとめです。京都ヨドバシカメラ6階レストラン街にあるしゃぶしゃぶすき焼き食べ放題の田島屋さんですね。こちら今回選んだのは豚すき焼きコースで1380円税抜き、
平日限定やけど、ソフトドリンクも無料でついてきてるんやねな。お肉と卵は店員さんに言うて持ってきてもらうんやけど、野菜とかあの飲み物に関しては自分で取りに行くスタイルやねんな。野菜もね、白菜、玉ねぎ、春菊、きのこ、えのき、であとうどんとか白滝もあるし、でおにぎりとかもあるんやねんな。で本当にこんだけあって1500円かな、あの豚すき焼きしゃぶしゃぶコースやったら。めっちゃコスパええお店やねんな、ここヨドバシカメラの6階にありますしゃぶしゃぶすき焼き田島屋さんです。さて、長々とご視聴の方ありがとうございました。京都丸竹美チャンネルのナベッキーです。このチャンネルはこのような京都の食レポや京都サンガのサポーターなんで、サンガの動画も上げるんで、今のうちにチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。今度来た時しゃぶしゃぶ食べよう。うん。